白鳥座 X-1 は太陽系から約6000光年の距離にある強力な X 宣言である。連星系を形成しており、その晩星は現在ブラックホールの最有力候補と考えられている。太陽系と同様に天の川銀河のオリオン腕に存在する。白鳥座 X-1 の創造図連星系を成す。構成の一方の質量が巨大だと、 もう一方の恒星のガス成分を吸い込み、自身の周りを高速で回転し円盤を形成するようになる。これを硬着円盤という。この高速で回転するガスから強い X 線が放射されることになる。この X 線を観測することが、ブラックホールを探る上での重要な指標となる。X 線は X 線天文衛星によって観測する。 ハド226,868星系の主星は、大型青色超巨星であり、そのガス成分が周囲に流出し、近くの何者かに吸い込まれていた。その際に、極めて強い X 線が観測されたため、白鳥座 X-1 は、ブラックホールの最有力候補となったものである。発見されているブラックホールの中では、地球から2番目に近い。 白鳥座 X-1 は 9029W と太陽の2400倍ものエネルギーをジェットとして放出している。なお、白鳥座 X-1 は回転楕円体でもあり、白鳥座 V1357 星という変更星としての名前も持っている。変更星としての V1357 星は波度226868の主星の 青色超巨星が、万星のブラックホールとの潮汐力によってひしゃげて、大円様になっているため、見かけの明るさに、揺らぎが生ずるものである。ありがとうございます。